This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。4月21日水曜日、ニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。習近平国家主席は20日、インドネシアのジョコ大統領、サウジアラビアのムハンマド皇太子とそれぞれ電話で会談を行いました。ジョコ大統領との会談で習主席は、中国が国内のワクチン接種を全面的に推進するとともに、インドネシアと引き続きワクチン協力を行い、インドネシアの地域ワクチン生産センターの建設を支援する意向を示しました。また、ムハンマド皇太子との会談では、エネルギー、経済貿易、ハイテクなどの分野で、全方位的かつハイレベルな協力構図を作り、国際問題と地域問題での協調を深め、両国の全面的な戦略パートナーシップを新たな段階へと推進していきたい考えを述べました。王毅国務委員兼外交部長は19日夜、習近平国家主席の特別代表としてオンライン方式で国連安全保障理事会の一般公開討論で演説を行いました。王外交部長は、国連と地域における国際組織との協力は国連憲章に明記されており、多国間主義を具現化する重要な方式でもあるとし、世界の平和と安全保障については国連と地域における国際組織は多国間主義を擁護し、世界の平和と発展に寄与するために共に力を発揮すべきだと述べました。外交部の汪文斌報道官は20日の定例記者会見で、中国と韓国の原発汚染水の処理基準が日本よりも低いという日本側の発言に反発し、日本の発言は論点をすり替え、目線をそらすものだと述べました。汪報道官はさらに、日本が今やるべきことは、偽科学で人々を混乱させるのではなく、真に科学的な態度で国際社会の疑念と反対に向き合い、国際義務を真摯に履行し、原発事故の汚染水の海洋放出という一方的で誤った決定を是正し、実際の行動で周辺諸国や国際社会の信頼を得ることだと強調しました。上海国際モーターショー2021が19日開幕しました。会期は10日間で、中国や海外の企業1000社が出展しています。今回の上海国際モーターショーのテーマは変化を抱きしめてです。出展している車種のうち50種類近くの乗用車が世界初公開となります。開幕に先立ち、多くの中国メーカーが新製品新技術を披露しました。中には世界初の市内自動運転の量産車や高電圧プラットフォームによる無線充電技術などが含まれています。中国最南端の省海南省の観光客に向けた免税政策は今年で10年目を迎えました。免税品の売り上げは累計で980億元を超えました。2011年4月から海南省を離れる観光客を対象とした免税政策が行われてきました。これまでの10年間で2500万人を超える消費者が1億2000万点以上の免税品を購入しました。売上が年平均成長率 44% を保つとともに、消費者数は年平均 30%、販売される免税品の数はおよそ 40% の伸びを続けています。現在、免税品の品目数は45品目で、免税店が10店舗、免税品購入の年間限度額は1人当たり10万元、日本円にしておよそ160万円となっています。中国南部広東省広州市では19日夜、ドローン1000機によるライトショーが行われました。ライトショーは、広東、香港、マカオを結ぶグレーターベイエリアをテーマとして行われました。
LED のイルミネーションをまとった1000機のドローンが、香港の2階建てバスや武術、ドラゴンボート、獅子舞、香港市街マカオ大橋、中国の国旗などを広州の夜空に立体的に映し出しました。また、広東、香港、マカオグレーターベイエリアの地図も描かれ、グレーターベイエリアという意味の大湾区の下に、大未来という文字も映し出されました。以上、この時間のニュース、張維寛がお伝えしました。